はい、ダブルレイとツイッチ生放送やっていきます。今までチョークプラス化身ボルトロス、まあ一番流行りのパーティー、ビエラさんが世界大会制したパーティーと同じメンツ使ってたんですけど、まあシーズン11も最後で、まあレーティングも、まあ、ちょこっと数字落ちちゃってて対戦成績もあんまりよろしくないのでちょっと変えました。具体的にはモロバレルがいた場所をルンパッパに変えて、持ち物は、5つ目、モロバレルからオボンのルンパッパに。で、クレセリアが、眠カゴ型、眠るとカゴの実を持たせた方だったんですけど、5つ目と持たせて月の光を採用してみました。個人的には、5つ目クレセリアは、瞑想とか使って、メガリザードン Y 中心の晴れ構築に組み込むべきだっていう考えもあるんですけど、いわゆる、ガルーラスタンの構築で、試したことがないので、あんまり試したことがないので、実際に使って、まあ、使用感を整理したいなと自分の中で思ったので使っていきます。じゃあ、実際に潜っていきましょうか。準備いいかな。キャプチャーショット起動してますね。レートは1758、1758。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。日本東京都龍騎さん、レート1686。対戦よろしくお願いします。相手のパーティーキャプチャーしていきます。相手のパーティーが、バンギラス、ボーマンダー、ドリューズ、クレセリア、ケシンボルトロス、ギルガルド。砂パーティーでメガ枠がボーマンダでしょう。クレセリアがトリックルームはなさそうだから電磁波、凍える風あたり。ボルトロスが電磁波。だからやっぱ、スイッチではないと思うから、クレセリアはトリックルームない気がする、このパーティーの場合は。で、ボルトロスがちょっとめんどくさいなって感じ。ガルー、もしかしたら。ボルトロス、で、ボーマンダ。相手物理センスしてこない感じもあるな。ボーマンダはタイプ、どうしよう。ヒードラにメザコリがあれば打ちやすいけど持ってないし、ランドガルーラかランドクレセか。ランドクレセ、ドランガルーラ、ルンパッパ入れたけど出してねえな。リュウキさん対戦よろしくお願いします。ルンパッパなんで出しにくいかって感じたかというと、ボーマンダがステミタックルにしろハイパーボイスにしろ上から弱点ついてくるのに強すぎたと思った。相手の選手はバンギラス、ボーマンダ、こっちの選手はランドロス、クレセリア。特性の発動中のボーマンダが一番最初、次にランドロス。ということはバンギラスはスクワップではない。この場合バンギラスはラム、弱点補填、命の玉、その辺かな。ランドロスはなんだっけ、ハイパーボイスで削られたくないから交代しようかなって今考えたけど、バンギラスがあれなんだっけ、額入れられてるからバカ力で落ちない。ボマンダが行動、守るか守らないか。普通で言ったらクレセリアがレッドビーム打ってくるから、ボマンダ守ってくる気がする。もしくは交代。だったらバンギラスに電磁波じゃないの。相手はボマンダ交代してない。居座って守るか、動いていくか。レッドビーム気にせず殴ってくる感じかな。相手のボマンダがメガ進化。
メガボーマンダに、うん、守ってきた。電磁波が決まるラムの実かどうか。ラムの実ではない、特殊型。ボーマンダに対して、なんだっけ、砂の健康ダメージが入る。ここは相手がボーマンダ方向から交代してくるかどうかだけど、わかんないな。で、ママや守ってるから、偽り気は怖いと思うんだよね。熱風。レッドビーン。はぁ、暗い。レッドビームが決まる。で、今度ボーマンダ落ちる。まあ落ちなくても、やってるダメージで死ぬけど。バンジラスが、レッドビームさっき言ってたら、ケタグリ持ってるかどうか。バーカーブ？いや、完全特殊型か。うん。でも、これ分かったから、あんまり、格闘技はないでしょってことは。次に出てくるポケモンは、化身ボルトロス、ギルガルド、ドリューズの、あとクレスリアンのどれかか。ドリューズが来た。まあ、タスキだったらタス潰したいし、どうしようかな。月の光やってもどうせ回復量は大したことない。地震打ってくるかどうか考えにくい気がするよな。ただ地震打ってきた場合はバンジラスは行動、レッドビーム打ってこない。バンジラス守ってる自信。ヒートラン熱風でクレセリアをランドロスにチェンジ。岩なでだったら耐えるはず。これでドリューズはタス、あーでも弾の可能性あるか。タスキだったらタスキ潰せるから嫌にいいかなって思ったけど、岩なだれでした。ヒートラン耐えるはず。ピッチだし耐えた。熱風が、あっ、遠い！そっち外すな、ボケ。ヒートの方向。岩流れ考えるとトンボ返り打つとヒルミのケアができないよね。トンボ返り打たずにチェンジか、トンボ返り打ってチェンジか。ダメージ入れたい。トンボ返り、ドリューズは守るかどうか。守らないと思う。あー、これ非常に怖いからあんまやらん方が良かったかな。スレクレフェルに相対した方が良かったかも。あー、やられた。おい、ひるみケアできないから良くないわ。やっぱりスレクレフェルに相対すべきだった。とりあえずドリューズのタスキ潰したい。ちょっと良くなかったの、さっきの行動やっぱり。
ダルラメが進化、メガガルーラに猫魂が通る。ドリルのタスキはこれで潰した。マンディラスは体が痺れて動けない。天候が、砂嵐状態が終わる。クレセリア土の光で体力回復して、ガルーラはどうしようかな。グローパンチをバンギラス倉庫、バンギラス引っ込めて、あーチリクラとかくそ外した、つらい。クレセリア体力回復、臨時ハウジルガルド方向、ガルーラはグローパンチをドリズ方向。ドリューズ辛いな、じゃなくてドリューズが辛いからヒートラーを残…じゃなくてヒートラーを生かすためにドリューズ倒さなきゃいけない。アイアンヘッド、おーい、もう即ヒルミやめてよ。バトルスイッチ、こいつ弱点保険か弾か食べ残しかなんだろう。ラスターカノン辛いな。両守りしてくるかな、これは。相手は多分こっちがドリューズ重くなってること分かってると思うから、ドリューズ守ってきそうだけど、そしたらディリカルド方向の技が通るかっていうと両守りしてきそうだよね。普通はドリーズ攻撃するんだよね、ここレイトビームと不意地集中とかで。例えばあえてギルガルド方向を殴る。おい、そっちなのかよ。もうじゃこれ多分ドリーズでも守ってくるから、ドリーズ動かすの普通そっち守るんじゃないの。いい、もう全然当たんねえ俺の武器。ダメダメじゃん。普通のセオリードリューからドリューズ殴るでしょってところで、ドリューズを交代してギルガルド居座り殴ってくるかと思ったんだけど、バンギラス守ってドリューズ自信岩流れ、ドリューズ守ってバンギラスがバックアウト。ドリューズ守ってない、岩流れ来た。凍らないかな。バークアウトだるいな。完全特殊バンギラスに負けるのもちょっとあれだな。辛さがある。レイジューランドと安易にひるまされている。しなくても良くなかったし、ひるみては考えて、トンボ帰りなんか選ばなきゃよかったんだな、結果論だけども。まあ相手巻き込みでもいいから自信打ってくる感じかな、これ。どうせ相手ヒードラン倒したら勝ちだって思ってるから。でもまあ、まあでもだからといってどうしようもないな、こっちは。もう多分自信打ってくるけど。打ってこなかった。
相手巻き込みでもいいから自信打った方が確実に勝てる方法だったんじゃないか。あれ多分バンギラスが麻痺になっちゃう勝ちだけども、麻痺したら相手不利になるでしょ。さすがに威力55だって爆発とはいえ辛さがあるな。レイジューランドロスが倒されたシーンが全てだな。ドリューズにギュアンダルにするアイアンハイテンにする素早さで上を捉えてるのか、ヒルミナディスクが常にあるんだから、あそこでレイジューランドロスを動かしたのが良くなかった。つながる状態大変ありがとうございました。もう一試合だけやろうと思います。モロバデルが変えたこと自体は別にそんな影響しないと思うし、クレセリアがネムカゴ型からゴツゴツネット月の光型に変えたのはそんなに関係なかったと思うけど、ただクレセリアに対して相手が接触技を打ってくる相手じゃなかったから、あんまりゴツゴツネットっていう持ち物は気にはしなかったって感じはある。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。日本京都府のたい焼きさん、現地宗谷、レート1764、パーティーキャップしていきます。あー、ちょっと苦手なタイプの構築だな。てか、キリキザンっていうポケモン自体僕は苦手意識がありまして、夢が構築だな。これは相手のパーティーがガルーラ、リザードン、ミンフィア、キリキザン、クレセリア、レイジューランドス、カンガスカン、チャリザード、シルベオン、ビシャープ、クレセリア、ランドロス、セリアン。この種類のパーティーに対してはこう出すっていうのは決めていて、レイジューランドスを初手に出さずにガルーラ、クレセリアンなんて、ガルーラとリキザンで言った場合、相手のガルーラの方が多分素早さが速いからきつくなるかなって感じだったら、両ネクロマシ入れるか。とにかくキリキザンが重いって、ヒードランが、ヒードラン、クレセリア、ルンパパ、相手のキリキザンより遅いって、素早さで取られてるのがきつい。どうする？ガルーラヒートラン選出するか。その場合相手はリキザンが安易に動かせなくなる。玉の場合はタスキの場合は動かしてくる。ガルーラヒートラン、ボルト、アイランドロスクレシル、これでいこう。タイヤキさん対戦よろしくお願いします。相手の選手はガルーラヒートラン、こっちの選手はガルーラヒートラン。これ多分相手のガルーラの方が素早さが速い。相手がガルーラがガルーラ猫来たら、ガルーラ猫騙していけない。ガルーラがヒートラに猫騙してきた場合は、ってことを考えていくと、こっちはガルーラかヒートランどっちかの攻撃が通ればいいから、ネコ魂を打ち合いを応じずにグロパンと熱風がいいんじゃないか。ヒートランが倒された場合はキリキザンが倒せる。でも相手ガルーラを動かしてキリキザン守ってくる可能性あるかな。両方動かしてくるんじゃないかな。この場合はグローパンチが決まる。やっぱグローパンチ、熱風、相手のガルーラが先に目が進化、素早さ相手の方が速い。こっちのガルーラ目が進化、相手の行動は、あー、これミスった。ミスった。ヒジザ守るのか。手たぐりがヒドラ方向、
完全ミスじゃないか、おい、ね、完全ミスじゃん。引き算動かしてないから完全ミスじゃん、こっちの。相手ケタグリ不意調ガルダ方向集中してくるんじゃないかな。叩き落とすだと多分こっちのガルダより相手のキーチャンの素早さ遅いから、キーチャンから倒されると考えてそうするんじゃないかな。どっちもちょっとキーチャンは重いが、不意打ち電磁波、キーチャン不意打ちだと思ったんだけど、不意打ちじゃねえ、おい、キーチザン、グロパンチ食らうの怖くなかったのかよ。倒されるじゃん、グロパンチとキーチザン。なんでその行動なんだ。グロパン食らったら死んでたじゃん、今。あかん。なんか全てこっちの行動が裏目に出てる感じだ。キーチザン、だってエースだったらこの攻撃力、これメガジンのスペースじゃない、攻撃力これのガルダのグロパンでも十分自力で倒せるはずなんだけど、相手はさらに純速キーチザンよりガルダが遅いと思ったのかな。ともかくいかんな全然ダメだ、うん、いいところなしで負けました。対戦ありがとうございました。別にキーチザンの不意打ち対とかしてないからね、このランドス。対戦ありがとうございました。ちょっと2試合目はめっちゃ残念というか、なんか見どころほとんどないような試合でしたが、ここまで生放送2試合ご視聴ありがとうございました。よかったら YouTube の方にも動画あげるんで、そちらで見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回このモチベーションにつながります。ではまた次回お会いしましょう。サンキューウォッチングマイ、Twitch ライブストリーム、ビデオ。See you next time! Bye!